校舎大学後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の28、岡山大学フォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル。パス成功、タッチダウン。クォーターバック7番ダブルプレーアクションからワイドレシーバー81番へパス、81番エンドゾーンでキャッチ、タッチダウン成立です。岡山大学6点獲得。